ンネル。DYM 人事部の川上です。佐川紀子です。川田です。はい、本日も丸山さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、笑っちゃいました。今回どこですか。はい、ファーストリテイリングの選考についてお話ししたいなと思います。ユニクロですね。はい、ユニクロです。じゃあ、ユニクロって何してる会社か教えてもらって。誰もが知ってる。知らない方はいないとは思うんですけど、ファーストリテイリングは、ユニクロというアパレルブランドを展開、世界に展開している会社であります。で、多分職種はいろいろありまして、営業企画、あとは何でしょう、経理など幅広くわたっていて、募集の時は普通の総合職とグローバルリーダー職の2つに分かれております。ファーストリテイリングの特徴はアパレル業界では世界ナンバー3という、結構世界レベルでも飛び抜けた会社であるということがポイントであるかなと思います。なるほど。どんな感じで選考が進んでいったんですか。はい、私は今回は国内選考ではなく、キャンパスリクルーティングという就活スタイルで内定をいただきました。キャンパスリクルーティングというのは海外の大学でその現地の大学にいる学生を採用しに、企業の方がわざわざその都市まで、その学校まで来てくれて、2日3日ぐらいで選考会を行ってくださるというスタイルであります。で、私は、履歴書を提出した後、その後2回面接がありました。はい、続いてどんなこと聞かれたりとか。はい、一次面接は若手社員の方で結構スタンダードな質問だったのですが、二次面接が、人事責任者の方で、もともと学校の教師をされていた方でした。で、私が自分の体験談を話した時に一番印象に残っているのが結構家族の話になりまして、で私の家族結構今まで昔ゴタゴタがあったのですが、話してるうちに私が泣き出してしまいまして、ちょっと悲しさのあまり、それで面接官の方に熱い言葉をいただいて、で頑張りますって言って感動の面接を迎えた記憶が残っております。そうですか。すごい。そうですか。多分そうならないと思うんですけど、あくまで私の体験談です。はい。再現性が低いですね。だいぶ低いと思います。もう責任者変わっちゃったみたいなんで違う方かもしれないです。はい。新卒で入社をすると、販売店から始まるっていうのは、うん、もう確実に絶対なんですか。はい、それはもう 100% そうなるみたいです。店長になった後どういうキャリアを歩むのが、一般的なルート。店長を経験した後はそれぞれ営業担当ですとか企画担当、自分の希望したところに行ける可能性が高いと聞いております。で、中でも普通の総合職とグローバルリーダー職でもさらに違いがありまして、私が応募していたグローバルリーダー職は、海外店舗での店長経験を終えた後はグローバルでのビジネス の企画とか、あとはマーケティングに携われると聞いておりました。総合職だとそういうのはできないんですね。そうですね、どちらかというとやっぱり国内がメインになるとは聞いております。ユニクロの店長でしばらくずっとやる。多分それは終えられるとは思うんですけど、多分その終える期間も人によるみたいです。揶揄するつもりで勘弁してください。僕の意見じゃないですか。失礼しました。はい、ちょっとユニクロに入る方で体育会系の方が結構多いっていう風な話をちょっと聞いたことがあるんですけど、実際にグローバルリーダー職なんでちょっと違うかもしれないんですが、グローバルリーダー職で応募されている方の内定者あったりもされてたんですか。そうですね、私が会ったのはそのキャンパスリクルーティングでの採用した方だけだったので、海外大生と交換留学生の方限定でした。あ、なるほど。ただ結構そうですね、ラグビー部ですとか、サッカー部ですとか大会系は実際にいました。そうですよね、はい、結構多いイメージがありますよね、はい、実際に内定者同士でなんか交流会みたいなものとか内定者の研修とかっていうのには参加までは行ってないんですか。そうですね、そこに行くまでには、はい、行ってないです。なるほどなるほど。
結構ユニクロはね、内定者同士が研修やったりとかするっていう話を聞きますので、うん、あ、そうですね、はいはい、そこまでは行かずに、まあ、辞退をしてっていう感じですね。そうですね、はい、なるほど、研修受けてみたかったです結構さっきあの面接の中でも熱い話をして、うん、もう人事の責任者の人と、はい、もうこう涙するまで話したんだけどなのにも関わらず承諾しなかったのって何か理由あるそうですね、もともと結構これ実は受けたのが私、うん、一番最初 の, あの選考 で, あで、2年生の冬でした。受けたのが2年生の11月に受けていて、ね、まだ正直もうどこ行きたいのかも分からず、とりあえず機会がやってきたので受けてみたという感じで、あの内定をいただいたんですが、その後いろいろやっぱり他と検討してみた上で、もうちょっと行きたいところが見つかってしまいました。なるほど、はい、だいぶ早いですね2年の冬ですかもうそこで内定が出てたってことですよね。そうですね、あ、すごい早いですねそれは頑張れば早くもらえるので、はい、頑張ってください、はい、あと学生時代の、まあ、経験がなんか生きたものとかってあります？はい、今回は私グローバルリーダーシップで応募していたので、うん、やはりあの海外での経験が受ける傾向にはありました、うん、で私は実際に留学をしていたりですか、留学していて、そこであの学生時代頑張ったことも海外での経験を伝えていたので、うん、そういう点が結構生きたのではないかなと思っております。なるほど、グローバルリーダーシップに応募する人は、まあ、少なくとも海外経験絶対必要だよってことですかね。そうです、ないと結構難しいのかなとは正直思います、うんうん、まあ、そうですね、はい、はい、ありがとうございます、参考になるとはい、じゃあ最後にまたファーストリテイリングに行きたい学生にアドバイスとメッセージをお願いします。はい、今回私グローバルリーダーシップ応募していたので、グローバルリーダーシップに関すると、先ほどもお伝えしたように海外での経験ですとか、もうどれぐらい海外選ぶっていうのを伝えるべきだとは思います。であとそれに加えて、本当にあの全部の選考が私服かはわからないのですが、もし私服だった場合は全身ユニクロで揃えてでも伝えず、相手にさらっとあのこっそり気づいてもらえるぐらいにアピールできればいいのではないかなと思っております。はい、頑張ってください。タートルネックのやつ冬着てワイシャツから出てヒートテックもちゃんと隠しておいて、はい、はい、じゃあまた、ありがとうございました。